心霊スポットファイル721。大岡総領。大岡総領とは三重県三重郡菰野町にある心霊スポット。この廃墟に入ると必ず事故が起こると噂されている。廃墟に足を踏み入れた者が起こした事故が複数報告されている。またこの廃墟では腐乱死体も発見されている。顔がぐちゃぐちゃになった霊の目撃証言がある。心霊スポットファイル722。メキトンネル。メキトンネルとは三重県多気郡多気町にある心霊スポット。昔トンネルの上に処刑場があったことから女性の幽霊が多く目撃されている。数多くの旅人が命を落としたメキ峠も原因の一つとも言われている。トンネルの入り口は鉄の扉で固く閉ざされている。反対側の扉も壊れて通り抜けができなくなっているが不幸な出来事が起こる日はその扉が半分だけ開いているという。心霊スポットファイル723。旧曽谷トンネル。旧曽谷トンネルとは三重県津市にある心霊スポット。三重県でも屈指の心霊スポット。日本史上最大規模の列車事故で死者25人、負傷者227人の犠牲者を出した。現在でも幽霊の姿がたびたび目撃されている。特に女性の声が聞こえてくるという話が有名。他にもトンネル入り口に男性の幽霊が立っているという噂もある。心霊スポットファイル724。中川原海岸。中川原海岸とは三重県津市にある心霊スポット。第二次世界大戦により250人が無残に命を落とした場所。火葬が間に合わず遺体はこの海岸に埋められたと言われている。1955年この海岸で水泳授業を行っていた女子中学生36人が溺死した。京北中学校水難事件は日本最大の水難事故死と言われている。生存者の証言によると頭巾をかぶった何者かが女子生徒を海の中へと引きずり込んでいたそうだ。その後も事故が絶えずついに遊泳禁止となってしまった。心霊スポットファイル725。青山トンネル前の電話ボックス。青山トンネル前の電話ボックスとは三重県伊賀市にある心霊スポット。青山トンネル自体にも心霊的な噂が多いがトンネル入り口前にある電話ボックスが有名。電話ボックスの前に母子の霊が立っていて車を止めると乗り込んでくるという噂がある。さらにこの電話はあの世と繋がっていて突然電話が鳴り出すことがある。電話に出ると男性の声が聞こえるらしい。心霊スポットファイル726。鳥羽ロイヤルホテル。鳥羽ロイヤルホテルとは三重県鳥羽市にある心霊スポット。1998年に閉業したが撤去作業などは行われず建物のほとんどが放置され廃墟となった。2017年に解体工事が開始されたが、解体工事中に作業員が転落死してしまい工事は中断。この事故以降には工事作業員の霊も目撃されるようになった。心霊スポットファイル727。ホテルリスボン。ホテルリスボンとは三重県亀山市にある心霊スポット。名阪国道の関ドライブイン近くにあるラブホテルの廃墟。1975年以降に開業し2019年頃まで営業していた。以前このホテルで飛び降り自殺があったと言われている。このホテルでは営業している当時から霊が出るという話があったそうだ。ないわずなのに隣から話し声が聞こえたり水が流れる音がするという。またそこにはいないわずのカップルとおぼしき男女が外から自分たちの風呂を覗き込んできたという、女性の声が聞こえるという話もある。心霊スポットファイル728。旧長野トンネル。旧長野トンネルとは三重県伊賀市にある心霊スポット。昭和トンネルとも呼ばれている。交通事故により死亡者が多発していたトンネルで死亡者の幽霊が出るとの噂がある。他にも女性の霊や落ち武者の霊、人玉など様々な目撃情報が存在している。トンネルは頑丈な封鎖により侵入を拒んでいる。新トンネルが開通してからまだそんなに時間は経っていないにもかかわらず封鎖されている。心霊スポットファイル729。青山トンネル。青山トンネルとは三重県津市にある心霊スポット。トンネル内を車で走行中に黒い影が車内に侵入してきた。窓から手を出して走っていると腕に髪の毛が絡まっているといった噂がある。心霊スポットファイル730。麻酔家庭。麻酔家庭とは三重県伊賀市にある心霊スポット。経営者が一家心中をして廃業したと噂のある廃旅館。経営者の夫婦の霊だと思われる男女の霊が迫ってくるという体験談が寄せられている。
従業員の女性が同僚と不倫関係になり子供を身ごもったが産んではいけない状況を呪い川で入水自殺をしたという。時々女性の悲痛な叫び声や赤ちゃんの泣き声が聞こえてくる。心霊スポットファイル731。白山大橋。白山大橋とは三重県津市にある心霊スポット。この橋の下は深い谷になっているためこの橋から投身自殺する人が後を絶たず自殺の名所と言われている。この橋を通ると欄干にはいつも花束がくくられお供え物が置かれているのを目にすることになる。この橋では夜中に女性の霊が出るという噂がある。また亡くなった後もなお橋から飛び降り自殺を繰り返す霊がいるという。他にもこの橋を車で通ると霊障のためかブレーキが踏めなくなり事故につながるという話も聞かれる。心霊スポットファイル732。南伊勢高校南西校舎裏の廃墟。南伊勢高校南西校舎裏の廃墟とは三重県渡来郡南伊勢町にある心霊スポット。3階建ての集合住宅のような建物で造船所の社宅だったと言われている。行った人は大抵不可思議な現象を体験するという噂がある。心霊スポットファイル733。ニャロメの塔。ニャロメの塔とは三重県伊勢市にある心霊スポット。虎尾山の頂上にある明治清大戦役記念碑。昭和期は虎尾山一帯が虎尾山遊園地として整備されており、その一環で広告士官教育に基づき建てられたものであると見られている。1960年代にニャロメの落書きをされたことからニャロメの塔と呼ばれた。2015年に高校生の殺人事件があった場所がここである。その事件以降この辺りでは殺害された女子高生の霊が出ると噂されるようになった。心霊スポットファイル734。呪われた灯籠。呪われた灯籠とは三重県松阪市にある心霊スポット。とある交差点に呪いの灯籠がある。灯籠は壊れていて本来なら新しいのに取り替えるかあるいは取り壊すのが普通だが壊れたままの姿で不自然に残されている。江戸時代にこの場所である旅人が倒れていて助けを求めたが誰も助けてはくれなかった。その旅人は触りたくなければ触らなくてもいいと言い残し生き絶えた。その後この場所では男の霊が立っている誰かに肩をつかまれるといった現象がたびたび起きるようになった。旅人の呪いだとして、供養を目的に灯籠が建てられた。道路拡張の計画が行われ灯籠は撤去されることになったのだが工事関係者に奇妙な現象が起こるようになり死人まで出てしまった。計画は断念され灯籠は今もなおその姿を残している。灯籠を触った者にはたたりが起こると言われ恐れられている。心霊スポットファイル735。ホテルアトランタ。ホテルアトランタとは三重県鳥羽市にある心霊スポット。建物は北側の新館と草木に覆われた南側の旧館があり旧館ハスで1975年頃の航空写真で確認することができる。新館は1980年以降に建設されたと思われ従業員寮として使われていたらしい。探索中に何者かの声が聞こえたり誰か人の気配を近くに感じたという報告がある。心霊スポットファイル736。平家の墓。平家の墓とは三重県松阪市にある心霊スポット。正式名称は氷川寺平家六代の墓。平の清盛のひ孫の平の六代の墓がある。氷川の里には六代とその老頭が氷川寺を草庵として隠れ住んでいたと伝えられている。足音が聞こえる気配がするといった噂がある。心霊スポットファイル737。西青山駅。西青山駅とは三重県伊賀市にある心霊スポット。男性の霊が乗り込んだと思った途端消えた。窓口に女性の霊が現れるといった噂がある。この駅は無人駅であるため窓口は営業していない。心霊スポットファイル738。鈴鹿サーキット。鈴鹿サーキットとは三重県鈴鹿市にある心霊スポット。コースの下を通る道路脇を一人で歩く女性の霊が出てそのまま壁に消えていくという目撃例がある。心霊スポットファイル739。的屋湾大橋。的屋湾大橋とは三重県志摩市にある心霊スポット。志摩スペイン村近くのパールロードに架かる赤い橋。この橋からは多くの人が飛び降り自殺をしており自殺の名所として知られている。そのせいかこの橋では様々な霊の姿が目撃されている。女の霊が橋の真ん中に立っているのを見た。血まみれの幽霊に追いかけられた。海の中から霊が湧き出てくるなどの話が聞かれる。また橋から自殺者の霊を連れてきてしまうこともあるそうだ。
橋の南側には自殺者の霊を供養するためお地蔵さんが置かれ、いつも花が備えられている。心霊スポットファイル740。おとぼけビーバーなばり店。おとぼけビーバーなばり店とは三重県名張市にある心霊スポット。国道165号線の鈴蘭大口交差点の少し西にあるラブホ廃墟。もともとバンビという名前で営業していたが、おとぼけビーバーとしてリニューアルオープンしたらしい。2017年頃に閉業し、現在は廃墟となっている。このホテルでは営業当初から心霊現象が起きたと言われる。特に2階奥の部屋でトイレが勝手に流れる、テレビが勝手に消える、あるいは誰もいないのにドアをノックされるといった証言がある。このホテルでは女性が亡くなっており、その女性の霊がこのような怪奇現象を起こしているという噂がある。またこのホテルでは心霊写真もよく撮れるという。心霊スポットファイル741。少年事故。少年事故とは三重県名張市にある心霊スポット。自殺の名所として知られている。少年寺ダム周辺と赤い弁天橋を渡った先にある駐車場でよく霊の姿が目撃されている。湖の真ん中に白い人影が立っているのを目撃した人もいる。2007年にダム湖の上にある駐車場で車を使っての首切断自殺も起きている。首にロープのようなものをくくりつけて車を発進させ自らの首を切断。首は助手席に転がっていたそうだ。心霊スポットファイル742。泊山霊園。泊山霊園とは三重県四日市市にある心霊スポット。通称外人墓地。興味本位で行くと体調不良になったり霊に取り憑かれる。取り憑かれた人は急に腕を組みながら英語を話し出すという。心霊スポットファイル743。樽坂山展望台と樽坂公園。樽坂山展望台と樽坂公園とは三重県四日市市にある心霊スポット。樽坂三古戦場という南北朝時代の古戦場で、山頂には宝鏡院塔と呼ばれる戦死者を供養するための慰霊塔がある。ここで写真を撮ったら人の顔のようなもやもやしたものが映った。展望台の手前で女の人の叫ぶような声が聞こえたという噂が聞かれる。心霊スポットファイル744。鵜の森公園。鵜の森公園とは三重県四日市市にある心霊スポット。ここにはかつて浜田城がそびえていたが、1575年に落城。江戸時代の初めに城址に鵜の森神社が建立された。落ち武者が出没するという噂がある。心霊スポットファイル745。赤飯十八滝。赤飯十八滝とは三重県名張市にある心霊スポット。この場所は昔から飛び降り自殺する者が多く、自殺の名所としても知られている。幽霊や人玉がよく目撃されている。あまりにも心霊写真が撮れすぎることから、写真は撮らない方がいいと言われている。心霊スポットファイル746。津の廃火葬場。津の廃火葬場とは三重県津市にある心霊スポット。長英の火葬場。1965年頃に建設されたが、数年間運用されただけで廃止されてしまった。興味本位で入ると死ぬなどの噂が広まった。2002年頃に解体され、今は更地になっている。実際にこの場所に肝試しに訪れて、その直後に事故や病気で亡くなった人がいるという。写真を撮ると人の顔らしきものがたくさん映り込んだり、立ち去ろうとすると背中のあたりが異様に熱くなる等の現象が報告されている。心霊スポットファイル747。稲部公園。稲部公園とは三重県稲部市にある心霊スポット。公園の中に稲部池という大きな池があり、この池では自殺者が絶えないという。誤って落ちて溺死した人もいるようだ。駐車場とピクニック広場の間に桜橋という赤い橋がかかっていて、この周辺で心霊現象が起こると言われている。周辺でオーブが飛ぶ。橋を渡っていたら霊障のためか気分が悪くなる人もいるという噂がある。心霊スポットファイル748。白子漁港。白子漁港とは三重県鈴鹿市にある心霊スポット。昔から幽霊が出るとして有名。近くに鼓ヶ浦海岸処刑場があったためとされている。処刑された罪人の霊が未だに現れていると言われている。心霊スポットファイル749。ホテルブルー。ホテルブルーとは三重県三重郡小物町にある心霊スポット。いざない橋のたもとにある廃ホテルで、湯の山の幽霊ホテルとも呼ばれる。閉業時期は不明だが、2003年頃にはすでに廃墟になっていたようだ。夜中に女性が歩いていた。
女のうめき声が聞こえた、車のフロントガラスに手形がついていたなどの噂がある。心霊スポットファイル750、横山展望台。横山展望台とは三重県志摩市にある心霊スポット。自殺の名所でほとんどが首吊り自殺。面白半分で夜中に行こうとすると帰り道で事故をすると言われている。横山展望台以外でも島全体の自殺は首吊りが大半で首吊りスポットとして知られている。心霊スポットファイル751。湯の山の廃保養所。湯の山の廃保養所とは三重県三重郡小物町にある心霊スポット。湯の山温泉にある保養所の廃墟と言われている場所。廃墟になった後でホームレスとおぼしき人の遺体が発見されたと言われている。ここで動画の撮影をしたところ不可解な声やラップ音が入ったという報告がある。心霊スポットファイル752。狭間隧道。狭間隧道とは三重県渡来郡南伊勢町にある心霊スポット。1933年に開通したが1974年の狭間トンネル開通によりその役割を譲った。トンネル自体は現存するものの通行止めとなっている。このトンネルでは工事中に落盤事故が起き作業員が亡くなったと言われている。そのため事故で亡くなった作業員の霊が目撃されるという噂がある。心霊スポットファイル753。南部丘陵公園。南部丘陵公園とは三重県四日市市にある心霊スポット。入り口から重たい空気がする。多数の霊に追いかけられる。肩をつかまれる。原因不明の高熱が出るなどの噂がある。また車のミラーが曲がったり手形がついたりするが手形の写真を撮ろうとするとシャッターが降りなくなるという。心霊スポットファイル754。宇賀渓キャンプ場。宇賀渓キャンプ場とは三重県いなべ市にある心霊スポット。顔が金色の毛だらけで口は狐のように大きく裂けている180センチぐらいの身長の生き物が睨みつけてくる。誰もいないのに大勢の人たちが話している声が聞こえる。心霊スポットファイル755。大井町。大井町とは三重県津市にある心霊スポット。空襲で爆撃された時に井町の木にたくさんの死体が爆風で威張りついたと言われている。移転させようとすると必ず事故が起きるという噂がある。心霊スポットファイル756。片上火葬場の裏山。片上火葬場の裏山とは三重県鳥羽市にある心霊スポット。これら、ハンセン病など伝染病の隔離病院のあった場所に片上火葬場が建設された。この火葬場の裏山に病院服のような白い服を着た女の子の霊が出ると言われている。この話は鳥羽商船高校の生徒たちの間で始まったらしく昔の在校生が非病院の裏山で白い服の女の子を見たと言われている。その女の子の霊を見た生徒は行方不明になってしまうという、心霊スポットファイル757。磯部トンネル。磯部トンネルとは三重県志摩市にある心霊スポット。兵隊の服装の霊が現れる。山の斜面から頭が入ったヘルメットが車の前に転がり落ちてくるという噂がある。他にも追い抜くと消える自転車に乗った白髪の老人の霊も出るという話もある。心霊スポットファイル758。鈴鹿海軍交渉石防空工場。鈴鹿海軍交渉石防空工場とは三重県亀山市にある心霊スポット。観音山の山裾に掘られた疎開軍需工場跡。工場は完成半ばで終戦を迎えほとんど稼働することはなかったという。終戦直前の物資不足労働力不足の例に漏れずこの地下工場建設にも朝鮮人労働者が多数動員され劣悪な条件下で事故死した人がいるという噂がある。地下水槽跡もいくつかあり戦後になってこの水槽の一つに子供が落ちて亡くなるという事件があったそうだ。付近で兵隊の霊が出ると言われている。心霊スポットファイル759。杉谷。杉谷とは三重県三重郡小物町にある心霊スポット。日本最古の温泉旅館という肩書きを持っており1700年頃に開業したと伝えられている。廊下に佇んでいる古い人形は悲観的な表情でこちらをじっと見つめている。目を離すと次に見た時は移動していたという話がある。人に見られているような視線や変な物音を感じることもある。心霊スポットファイル760。浄土池。浄土池とは三重県鈴鹿市にある心霊スポット。農業用のため池。木の陰に女の人と思われる霊が写真に写り込むということが報告されている。白い服を着ていて顔を伏せるように小さく写り込んでいるという。
しかし雰囲気からなんとなくこちらを睨みつけているようにも見えるらしい。他にもオーブなどが頻繁に映り込む。